はい、皆さんこんにちは、本日は東久留米にあるプリンスさん本社の方へお邪魔しております。クローブライド株式会社、テニス企画課の相馬と申します。ラケット企画やってます。よろしくお願いします。はい、お願いします。プリンスの専属プロの、山本康文です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、営業の関口雄長です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、実はプリンスは今年50周年で、この50周年のこのタイミングで満を持して発表してるんですけど、グラファイトが生まれ変わって、まあ、発売と。何が変わったかっていうと、まあ、今までの、まあ、グラファイトって山本プロがずっと愛用してたのもある、まあ、名機なんですけど、数々のプレイヤーが愛してきたグラファイトのいいところは残して、今の新世代の近代テニスに合った攻撃型のプレーができるパワーを持ったラケットになって、まあ、今回出たと。で、大きくはずっとグラファイトって変わってないです。で、フェースのサイズが、まあ、オーバーサイズで、フレームの形状はボックス形状ですね。このボックスの形状にグラファイトの象徴のここにこのクロスバーがフェースのねじれを減らして、すごくコントロールを出してくれる。パワーロスがないんでパワーも生み出してくれるっていうのは一つ、はい、それからこのクロスバーがボールインパクトした時のフレックスポイントですね、ラケットのしなるポイントが5時7時あたりになります。で、ここがフレックスポイントになるので、まあ、手のひら感覚で、まあ、コントロールしてるような感覚がすごくあるっていうのがいいポイントです。フレームの形状は19ミリのストレートビームっていうのがこのグラファイトでした。今だとこのグラファイトってちょっとしなっちゃうんですよ。今の速いスイング、強いパワーだとちょっとパワーロスもしてしまうので、今回の、ファントムグラファイトトップの部分が 21.5mm で、グリップの上の部分がここが 17.5mm の CTS の形状になっています。トップで捉えた時に厚い方がラケットパワーありますので、よりパワーが出て攻撃的なボールが打てるっていうのが、このクロスバーのフレックスポイントはそのまま残しているので、コントロール感がすごく良くてより攻撃的。それから前のグラファイトは、まあ最終版は確かこの辺から 325g ぐらいだったと思うんですけど、 320g だったかもしれないですけどそれぐらいですね。今やはり皆さんラケットを振りますんで、振り抜きを重視して 305g まで軽量化して、軽くしたけどパワーが落ちないようにラケットを設計してあります。それ以外にテキストリームトワロンをこの5時7時からグリップの上まで、2時と10時の部分にもテキストリームトワロンですね、これ ATS の機能って言ってますけど、先にパワーが出るように、それから打球感振動吸収して良くなるようにここにも搭載してパワーアップをしてると。ですからクロスバーとテキストリームでここ強化、先は構造で厚くもなってテキストリームもさらに搭載してパワーアップしてるっていうのが今回のラケットです。で、実際イクシプロも、すいません、山本康文さんが本名なんですけど、ずっとイクシというニックネームで、僕はイクシは本名がイクシだと思ってて、康文ってしたらもう会ってから何十年か経ってたんですよイクシプロにちょっとね、もうだいぶ打ってもらってるんで、その辺聞かせてもらうといいかなと思う。一番最初に打った感触は、あ、すごいこれ飛ぶ。多分それは以前よりもパワーがちょっと増してるということと、まあ、そのフレックスポイントが、まあ、グラファイトの通常の高い位置にありますので、まあ、それによってしならせて打つとボールが非常に弾いて飛んでくれるな。次に、まあ、打ってて思ったのは、いつも打ってるボールの弾道よりもすごく高い弾道で飛んでくるんですね。通常よりもだいたい50センチから1メートルぐらいネットの上でいくと少しボールが上がるので、だ多分これはすごくこうスピンをかけやすいラケットなんだな、ボールがすごく引っかかってボールを上に上げてくれる機能を持ってるんだなっていうのが2つ目に感じたことなので、まあ、よく飛んでボールの軌道が高くてもスピンがかかってくれるんだったら、もうこれでまあ安定したストロークを打ちやすいんだなっていうのは正直思いました。まあ、パワーのある選手と打ったり、まあ、プロの選手と打ったりしていくうちに、あ、コントロールもぶれないんだなっていうのを感じましたので、まあ、その3つが実際味わえたんで、まあ、それはすごく良かったかなと思います。
結構いい感じできてるでしょ。そうですね、はい、正直びっくりしました。この辺のグラファイトなんかは少し昔のと比べてしまうと少し残念な部分があったんですけど、まあ、この一番最近の出てきたファントムグラファイトに関しては当然僕もいろんなグラファイトを愛用者の方々に打ってもらったりもしてたんですけど、皆さん口々に非常に良かったと言っていただいてますんで、まあ、そういった意味でも僕自身も打った感触としては非常に良かったなと。今のラケットはすごく直線性能、どのラケット他社さんのも含めて今のラケットってすごく直線性能が良くてボールのブレが少ないラケットが多いんですね。でそれにポリを貼ることによってポリってすごくスナップバック機能が強いからボールがやっぱり上がるんですね、通常のナイロンよりも。要は掴んで上に弾いてくれるんで、だそういった意味でポリのガットと今のラケットが非常にマッチしてるっていうのが、まあ、どうしてもプロの選手たちが好んでしまう要因でもあるんですけど、まあ、それがなくても、まあ、ナイロンを貼ってもこのグラファイトはボールが非常に上に上がりましたので、だそういった意味では僕自身使っても何の違和感もなく打てたなっていうのが正直なところですね。その点では言えば今回のファントムグラファイトに関してはその打ち味的な柔らかさっていうのは非常に安いってことですね。そうですね、かなり旧タイプのグラファイトに初期のグラファイトに近いものは出せてると思いますね、うん、グラファイト使ってて、まあ、この辺のグラファイト使っててももうこれ以外使えないっていう人がやっぱり世の中にたくさんいて、いまだにここら辺のグラファイトを張り替えきますよね、お客さん。そういう方たちが違うんだけどこれなら使えるっていうものに今回ちょっと変えて、まあ大きく変えてんですけどね、グラファイトとしたらもう大きく変えてます。 CTS に変えてフレームの形状が違うって、はい、かなり大きな違いだとは思うんですけどね、はい、うん、ここら辺に僕置いてあったけど、なんか自分が喋りたいと思ったいやいやじゃあ関口さんお願いします昔のね、あ、じゃあ関口、はい、もうよく見つけてきたね、このシリーズ